これで勝ちたいっていうスタイルはありますか？
まあもちろんダウン取って、あもう誰が見ても文句なしっていう勝ち方がいいですね。惜しくも負けてしまって、でその直後に、まあ、こんなんがボクシングだったら、これがチャンピオンなんだったら、こんなだったらボクシングなんかやらなくていいというふうにおっしゃっていたし、まあ、ブログにも書いてたと思うんですけど、その状況から今こう来月世界戦を控えるまでに、まあ、また挑戦してやろうというふうに思うところまで持ってきた家庭で一番何がそういうふうに心境を変えたのですかね。まあ、やっぱり試合直後は、まあ、本当にやさぐれてもうやだと思って1ヶ月以上もう全然気持ち上がらなかったですけど、まあ、そうやってでもそう言いながらも、まあ、応援してくれてた人たちとかに会ったりとかしながら、まあ、試合直後に言われたのは、あんな、ね、あんなって言ったらですけど、ボクシングをする人にこそ、藤岡さんのボクシングを見せてほしい、ボクシングって本当はこういうものなんだっていうのを見せてほしいって言われたのと、まあ、でもその時は言われても、って思ってた部分もあったんですけど、まあ、あとは、世界の人に、今、3階級してることを、には変わりないだから自信持ってっていうと、誰よりも4階級目、4階級制覇に近いじゃないのって言われて、何にも一歩もベルト取ってない人が4階級制覇って言ってるのとはわけが違うんだって言われて、ああそうか、今そういうところに立ってるんだな自分はって改めて確認できたのと、まあ常にね5階級制覇って言ってやってるんで、そこはなんか嘘つきたくないというか、やり通したいなっていう気持ちがだんだん強くなってきたので、でまあ本当にそうは言っても4階級目また試合組めるかどうかわかんないじゃないですか。けど実際そうやって決まったっていうことはやっぱりまだチャンスがある。でチャンスがあるうちはやっぱり。やっておきたいな、どうなるかわかんないですけど、そこでなんか中途半端にやめるの